スの角度は30度。どうもゆきりぬです。そして、やっほーみんな、息してる。店長でーす。テカテカやってくれてた今。本当はね、テカ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 ってじゃなくて、テカテカビッチの下へいへいなんだけど、ゆきりぬちゃんのなんかチャンネルでもしかしたらね、お物が。ちょっといつもね、テカ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 ってごまかしてます。知ってた。知ってた。ちゃんとなんかうちのチャンネルなんか配慮してくれてるのかなと思って。本当に優しいと思って。嬉しい。そう、ちょっと実は。うん、なので、じゃあもう一回やっていいですか。いいよ。やっほーみんな、息してる。テカテカビッチの下へいへい。ムチコだよ。すげえ開放感なんか。で今日はですね、あのてんちむちゃんと一緒に銀座で展示会にね連れてってもらったんですけど、ね、その後てんちむちゃんがですね、はい、美味しいご飯に連れてってくれるということで、実はですね、あの今せっかく銀座だし、まあ、銀座でやっぱなかなか来る機会ないし、あの100万人突破おめでとうってことで、そうちょっとね、私何もできてなかったので、ちょっとね美味しいご飯屋さんに連れて行きたいなと思って。だってさ、どうせさいつもさサイゼとかでしょ。そうでしょ。私ウーバーイーツだから常にそうだから、こんなね、私たちでもたまにはいい思いしないとってことで、はい、今日はちょっとお祝いがてら、じゃあ早速行ってきたいと思います。それではレッツラゴー。楽しい、これ楽しそうにやってくれる、超嬉しい。ここにね入ってるらしいです。はい、そうです。今日はですね、こちらのコグマ、すごい、なんと食べログで 3.9 号店とか、やばやば、それは結構いっぱい来ました。100万人おめでとう。グータンヌーボみたいじゃない？なんか確かに楽しいわ。あ、味が大人だ。すっげー久しぶりに飲んだって感じ。あ、あんまりお酒飲まないね。全く飲まない、うん、な飲めるけど、好まない、うん、あ、好きじゃないかな。飲むレンちゃん始まった。飲まないよね。はい、どうも。あ、すごい、うん、なんじゃこりゃ。ウニが、ウニがストーリートロー、インスタを撮る天地無茶。めっちゃ好きなこちらで、うん、ウニはこれめちゃめちゃ美味しい。いただきます。うん、どう、多分もう一生食べれないこれ。もう一期一会だって。そんなことないよ。でも嬉しい、そういう風に喜んでくれて、うん、どうで100万人突破して。時間がなさすぎて、あああれじゃない、なんかさ家出ないからさ、うん、実感が湧きづらいんじゃない。あ、そう、案外ちゃんと家から出たら、うん、湧きそうな気がする。そうだね、あ、イベントとかに、ね、出たりとかしたら、ね、確かにこうわーってなったりとかするかもしれないけど、うん、マジで家から出ないから。いや、そうなんだ。もうなんか変わんないのよ、日常が。あ、そう、ね、何も変わらない。何も変わらない、うん、全然変わらない。だって普通に電車乗るし、私、え、そう、電車普通に山手線とか乗ってる。バレない？全然バレない。陰キャすぎて、うん、何もバレない。ハノくんもバレないたちなんだけど、うんうん、そうだから、うん、何にもバレない。でちなみに言っていい、うん、私もバレない。すごいのが、私と金子でご飯食べようみたいな、うん、新宿バーって歩くじゃん、金子はバレんのよ。あ、そうなんだ。私はマジバレないの。だからなんか金子が声かけられて、ちょっと頑張ってみたいな感じで、私だけ先に行く。この間ね、ソーマンちゃんと一緒にいるときそんな感じだった。ソーマンちゃん本当にすごい声かけられる、うんうんうん。だからもう付き人みたいな。ああ、私撮りますみたいな。何なんだろうね。わかんない。うん、でもなんかその時になんかソーマンちゃんが言ってたのは、うん、ゆきりぬさんっていうなんかもう決定打の特徴がないから、うん、なんか例えばさ、うん、YouTuber 結構こう髪色が派手だったりとか、うん、なんかこう服装がまあ熱派手みたいな人とかが多いから、うんうんうん、まあ、そういうのがないから、うん、多分分かっても気づいてるけど、うん、ちょっと声かけづらいみたいなのがあるんじゃないみたいな。ゆきりぬちゃんってさ、100万人超えたじゃん、うん、100万人超えたらこういう感じにしていきたいみたいなあったりするの？最近でも服がすごい楽しいなって思うようになってきたから、うん、なんかもうちょっと洋服の動画、うん、コーデとか上げたいなって思ってる。うん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 、なんかやばいよ、 YouTube 始めてから女子力上がった、うん、上がった、素晴らしい。あれとかみたい、なんかさ、うん、なんか H&M とかもいいんだけど、うん、なんかもうがっつりなんか、なんかルミネブランドとかだったら結構割と世代の子が多い気がする。なんかそういう系も見てみたい。なんかシンプルな感じよりも、うん、なんかガッツリなそっち系の、うん、やってみよう、うん、やります。そう、あとなんかさ、いつもさ清楚な感じが多いじゃん、じゃなくてなんかこの前さ動画でさ雰囲気変えた感じの動画、うん、上げてたじゃん、そういう感じで雰囲気違うゆきりぬちゃんも見てみたい。
やってみる。だからこそ洋服じゃない？まあ、そうだね。そうそう、確かに確かに。そうそう、イミチェンをね、頑張りたいと思います。十分可愛いけどね。でもなんかイミチェンをいっぱいなんかしてると、うん、見てる側も刺激になるわ、うん、なんかお休みの日って何してんの？お休みの日は死んでる。ああずっとソファーにいて、うん、ゴロゴロ携帯を、まあでもそれでもディープ編とかしたりとか、うん、まあ、そんな感じだけど、うん、ご飯を食べ、うん、またゴロゴロし、うん、ああ、なるほどね。永遠に携帯見てるから。ああでもまあ確かに確かに。外に出ることあんまないね。そうだよね、うん、出ること、うん、出る理由はないよねやっぱない。あとあれかも、休みの日はで、なんかもう行動的な日は、うん、朝起きたらバーバーって携帯いじって全部その日中にいっぱいいろんな予約を入れて、うん、あ、分かる。それを遂行するひたすら。じゃあ分かる。私昔から本当にそのタイプで、うん、一度外出たらもう全部やる気がない。そう、美容室、なんかマツパ、洋服買うとか、うん、全部同じ日に詰めるんだけど、それが最近仕事でも出てて、うん、あ、そうなんだ。そう、私化粧さする日ってめったにないのね、うん、動画撮る時だけとかなんだけど、もう化粧した日とかにはもう1日でもう動画5本撮ったりする。あ、そうなんだ、うん、すごい。やばいよね。やばいやばい。そうそうそう。動画って化粧するまでがめんどくさいなと思って。わかる。わかる。化粧さえ終わればみたいな。うん。そう、その化粧してるのが一番めんどくさいから、そう、頑張るよね。わー、すごーい。美味しそう。なんかいろいろ入ってる。うん。幸せだね、うん、ご褒美って感じだね、なんか本当に。本当にありがとう。うん、100万人おめでとう。ありがとう。店長みたいな100万人。覚悟したいって。よろしく。甘えるから。よろしく。めっちゃ考えとこう。楽しみ。100万な。すごい想像しづらい、自分が100万っていうのが。なんか、逆にプレッシャーに押しつぶされそうな気がする。そんな、なんだろう、 YouTube 始めてやっぱね、最初と最近でやっぱ変わるけど、うん、なんだろう、一番最初は、うん、なんか別に嘘でもいいし、うん、キャラだから別にな、自分とか本心とかを出さなくても別にいいやっていうふうに思ってて、うん、とりあえず よかれ悪かれもバズればいいや、伸びればいいやみたいな感じだったけど、最近そういう執着もなく、本当にもうなくなって、うんうん、自分大事にしていこうっていう風になったね。なんかそっからなんかいろいろ本当に変わってった気がする。そうなんだ、うん、そう、だから無理しなくなったね、伸、うん、び伸び、なんかそっちの方が本当にちゃんと楽しんでそうだし、うん、それがもしかしたら視聴者に伝わってるのかも ね嬉しい、うん、私もすごい嬉しいの。なんか天ちむちゃんと知り合って、うん、でめっちゃいい子なのに、ね、なんかおっぱいをばっかりフューチャーされてるのが、うん、もったいなくって、めっちゃいい子なんだよみたいな、中身をみんな見てって思って、いやいや嬉しい、でもすごいいいなって思って。そうだね、いつかはなんか、うん、おっぱい卒業しようとか。でもね、最近嬉しいのは、うん、おっぱいの再生よりも、うん、別の再生の方が伸びるから、うん、普通の動画の再生の方が伸びるから、あ、自分そろそろ解放されるって思って、なんかすげえ嬉しくなる。いいいい、よかったよかった。寂しいのね、でもおっぱいが消えてしまうのできないから、ね、あ、確かに。いやでも楽しいわ YouTube やっぱ。よかった、うん、なんか何度でも、うん、もうあーやめてーなーみたいな、もうやだとか何度でも思うけど、うん、でもやっぱ楽しいわ、うんうんうん、本当に楽しい。こんなにさ、うん、何度もさやめたいなっていうふうに思っててもさ、うん、なんかさ人が見てくれたりとかさ、高評価をしてくれたりとかコメント残してくれるだけでさ、うん、本当にモチベーションになるじゃん、うん、でもさ書き込んでる側とかさ見てる側って多分そういう意識っていうのは多分ないと思うんだけど、そうだね、そう、その無意識がこっちのやる気につながってるじゃん。確かに。だから本当になんか感謝をしているよね、なんか自然と、うん、やる気に、ね、やる気をありがとうというか、そう、自分たまにやる気ない時とかに、うん、自分の動画とか見返して、うん、昔の動画とか見返すと意外とその新しいコメントがついてて、うん、なんかそれで頑張ろうって気持ちになったりする、うん、わかる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 。あ、この昔の動画誰も見てないかと思ってたのに、あ、意外と見てくれてる人
人がいて、こんなコメント残してくれてるんだと思って、なんか嬉しいよね。YouTube ってやっぱ残るじゃん。残る。そう、それがいいなってやっぱ思う。マジで、私たまに超嫌な動画とかなんか、あれなんでこれあげたんだろうみたいな動画なんだけど、あれですね、過去のさ動画さ見返したらさ、超当初の方に、うん、なんか猫になりきって猫と会話してる動画があったんだけど、マジでわけわかんないもんね。なんでこれあげたみたいな。あざといのよ。でもその時女性のファンが多いから別にあざといって感じもなかったんだけど、うん、なんか今見たら鳥肌しか立たないよね。なんであれあげたんだろう。どういう思考だったんだろうね。でも、うん、一番最初の動画をこの間3周年、3周年に見たよ、見たよ、100万人行った時に見たら超恥ずかしい。わかる。あの編集がめっちゃ雑だったりする。そうそうそう、ね、であんま過去に戻りすぎなきゃいけない。そう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 、程よいぐらいね。2週間前ぐらいわかるよ。あと1年前ぐらいの方も全然いけるわ。そう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 、ね、ちゃんどんな感じでね100万人迎えるんだろうね。私は多分気にしない気がする。そうなんかチャンネル登録者に、うん、多分あんまりとらわれたくないって気持ちが自分の中であって、あそうで、それなんでかっていうふうに言うと、例えば100万人いるから再生もこんくらい取んなきゃとか自分にかかるプレッシャーの方がでかくなりそうで怖いって、うん、気楽な感じで面白い感じで楽しくいつまでもやっていたいから、何て言うんだろう、 YouTube って仕事だけどさ、うん、半分自分の楽しさとか趣味とかね、やっぱ入ってるじゃん、うん、そうだからなんかプレッシャーに殺されないようにマイペースに頑張りたいなって感じ、うん、でも100万人の瞬間はさすがになんかしてほしい、本当になんかしてほしいっていうか、その記念に残るものとして捉えてほしい。あ、なるほどね、思い出としてね。そうそうそう、確かに。なんかやろう、なんかやってほしい。生配信しようかな。いいと思う、ね、携帯からでもできるもんね。そうそうそう、あ、なんか100万人とはありがとうね。でもいいもんね、またよろしく。私めっちゃ課金しちゃった。よろしくお願いします。やったお小遣い増える。ちょっと待って、これ何、これすごい、ゆきりぬちゃん100万人おめでとうございます。かわいい、嬉しすぎる。ありがとうございます。お店の人も祝ってくれた。ごちそうさまです。いや全然全然、いや本当におめでとうございます。ありがとうございます。そして今後もよろしくお願いします。いやこちらこそよろしくお願いします。はい、ということで一生の思い出のようなご飯を嬉しい、よかった、美味しかった、本当にありがとう、こちらこそ。外に出るのはサンマの得だね。間違いない。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ美味しそうだなと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それから店長ちゃんのチャンネルは下の概要欄にあるのでぜひチェックしてみてください。そっちでもねコラボ動画が上がるよー。よろー。それではバイバーイ。バイバーイ。